か。いや、まあ、どう喜んでいいか分からなかったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、結果は出たかしで、まあ、次またゴール決めれるように、チームに帰って練習したいなと。まあ、残さなきゃっていうか、まあ、自分はフォワードなんで、まずあのゴール決めないと評価されないポジションだと思ってるし、まあ、例えば中盤だったらいいパス出したりとか、キーパーだったら全体決められないように守るだろうし、まあ、そういう強い意志を持ってやったんですけど、まあ、それがまあ敵より自分が上回ったからゴール決めれたと思ってるんで、まあ、次もそういう気持ちでプレーしたいし、成長っていう部分よりやっぱりあのすごい刺激もらって、やっぱり自分はまあこのチームで一番下手くそだと思ってるけど、あの本当にうまい選手と一緒にサッカーできて、でそういう選手たちがやっぱ海外でサッカーしてるし、そういう選手たちの練習への態度であったり、一つ一つのプレーの質であったり、まあ、そういうところを一緒にこうプレーできて、まあ、いろんな部分を学ぶことができたし、あの一緒に近くでプレーしてますけど、やっぱり距離、自分とそういう人たちの距離っていうのはまだまだあるな遠いと思ってるんで、まあ、そういう距離を縮めれるように、まだこれからちょっともっともっと努力したいなと思います。